伯爵エドワード・ジョージ・ジェフリー・スミス・スタンリーは、イギリスの政治家、貴族。保守党とピール派の分裂後にロバート・ピールに代わって、保守党党首となり、3度にわたって、首相を務めた。しかしいずれも、少数与党の短命政権であり、事実上選挙管理内閣だったため、庶民院内総務の地位にあったベンジャミン・ディズレーリが、政局を主導するところが多く、 影の薄い首相だった。1868年に退任し、ディズレーリが保守党党首首、相の地位を継承した。1834年から1844年までは、スタンリー卿の儀礼称号を使用し、1844年に、ビッカースタッフのスタンリー男爵を継承し、1851年に、ダービー白爵位を継承した。 第13代ダービー伯爵エドワード・スミス・スタンリーの長男。イートン校を経て、オックスフォード大学、クライスト・チャーチへ進学する、大学在学中の1820年に、庶民委員議員に初当選した。はじめは、ホイッグ党の議員だった。1827年に、通り党自由主義派のジョージ・カニングを首相とする、内閣に、陸軍。 植民地省政務次官として参加した。1830年のグレー伯爵を首相とする、ホイッグ党政権にもアイルランド担当大臣、のち陸軍、植民地大臣として入閣したが、1834年には、グレー伯爵のアイルランド国教会の歳入を、社会保障に回す政策に反発して辞職した。その後ホイッグ党右派を引き離れて分党し、 ダービー派を形成したが、1837年夏の総選挙で議席を落とす。移行保守党へ接近し、1837年に同党に入党した。1841年の保守党政権、ロバート・ピール内閣には、陸軍、植民地大臣として入閣。1844年には、繰り上げ直所でビッカースタッフのスタンリー・男爵を継承し、 貴族意味は移籍した。1845年に、ピール首相が穀物法を廃止して、穀物の自由貿易を行おうとしたことに反対した。最終的に、穀物法は廃止されるも、ピールらがピール派を立ち上げて保守党を去ったため、代わって保守党党首に就任した。1851年に、父の死で、ダービー伯爵位を接収する。 ベンジャミン・ディズレーリを保守党庶民委員内総務に任じて庶民委員対策を一任し、1852年にジョン・ラッセル卿のホイッグ党政権を倒して第一次内閣を組閣した。しかし、少数与党政権だったので、大倉大臣として入閣したディズレーリの予算案が否決されたことで、同年のうちに総辞職することとなった。 1858年に、ホイッグ党政権パーマストン支社区内閣が議会で、敗れて、総辞職したため、第二次内閣を組閣したが、やはり少数与党政権なので、1859年には、議会で敗北して、総辞職に追い込まれた1865年に、ラッセル白社内閣が、選挙法改正法案をめぐって、議会で敗北したことで、第三次内閣を組閣した。 第一次、第二次同様に少数与党政権であったが、ディズレーリの主導により、第二次選挙法改正を達成した。ダービー伯爵はこの法案の貴族院の通過に取り分け、大きな貢献をした。1868年に、病気のため、ディズレーリに、首相職を譲って退任、その翌年に死去した。ダービー伯爵家の自定ノーズリーホール。 ランカシャーのダービー伯爵家の自邸ノーズリーホールに生まれる。父は、スタンリー卿エドワード・スミス・スタンリー。母は、ウィニック教区牧師、ジェフリー・ホーンビーの娘シャーロット。イートン校を経て、オックスフォード大学、クライスト・チャーチへ進学。学生時代から作詞に熱心で、これは、生涯にわたるエドワードの趣味となった。 大学在学中の1820年に、ストックブリッジ選挙区から初民人議員選挙に出馬して初当選。ダービー伯爵家は代々ホイッグ党支持であり、エドワードも公式には総称していたが、彼は独自の判断で行動した。とりわけ、イングランド国教会を守りたいと思っていたので、ホイッグ党とは相入れない部分もあった。1824年に、 エドワード・ブートル・ウィル・ブリアムの娘エマと結婚し、彼女との間に、長男エドワードと、次男、フレデリック、第一条を設けた。1827年に、トーリー党自由主義派のジョージ・カニング内閣に、陸軍、植民地省政務次官として参加したが、その後、トーリー党保守派のウェリントン公爵が首相となったために、辞職した。この際にエドワードは、私が、 トーリー党政権を代表するのは、カニングのような、トーリー党リベラル派が政権を握った時のみであると宣言した。1830年、半世紀にわたった、トーリー党政権が倒れ、グレー白爵のホイッグ党政権が誕生すると、そのアイルランド担当大臣として入閣した。合同法廃止を求めるアイルランド独立運動家、ダニエル・オコンネル議員と庶民院において激しく、 激闘した一方で、アイルランドに無宗派の学校を次々と創設することで、プロテスタントとカトリックの教育をめぐる争いの解消を目指した。1833年3月に陸軍植民地大臣に栄転し、大英帝国植民地における奴隷貿易廃止に尽力した。しかし1834年5月には、アイルランド国教会の歳入を、 社会保障費に転換しようというグレー伯爵の政策に反対して陸軍植民地層を辞職した。以降エドワードはホイッグ島から離れていくことになるが、これは彼の父スタンリー教祖父第12代ダービー伯爵からも賛同を得た上でのことであった。彼らスタンリー家三代によれば自分たちがホイッグ島の本堂から離れたのではなくホイッグ島の方が ホイッグ島の本堂にいる自分たちから離れたのだという。エドワードがホイッグ島を離島すると、80名ほどのホイッグ派が、それに従ってホイッグを離島した。その後、彼らはダービー派と呼ばれる独立会派を形成するようになり、トーリーとホイッグの間に立つ第三党を目指すようになった。1834年10月に祖父である。 第12代ダービー伯爵が死去し、父が第13代ダービー伯爵位を継承したことで、以降エドワードは、スタンリー教の儀礼称号を使用するようになった。スタンリー教とその会派は、1834年12月に、成立した、保守党政権の第一次ピール内閣を支持した。しかし、同内閣は、野党の結集で1835年4月にも、投閣された。 続いて成立したメルバーン死者区率いるホイッグ統制権から入閣要請を受けたがメルバーン支社区がアイルランド独立運動家オコンネルに譲歩する構えだったのでスタンリー卿は入閣を拒否した。1837年夏にビクトリア女王の即位に伴う解散総選挙が行われたがスタンリー卿の会派は60議席に落ち込んだ。 これにより独自会派のままでは議会のキャスティングボートを握れる可能性が低くなった。そのため、スタンリー・卿は保守党と合流することを決意した。1844年の肖像が1837年12月に正式に保守党に入党した。1841年に誕生したロバート・ピール保守党政権に再び陸軍、植民地大臣として入閣した。 アヘン戦争の最終局面を指導して、清市に南京条約を締結させることに成功した。また、英領カナダとアメリカ合衆国の緊張の高まりを緩和して、アメリカとの戦争を回避することにも成功した。スタンリー・卿は保護貿易主義者であり、野党ホイッグ党や首相ビールが検討していた穀物法廃止には反対の立場であったが、 植民地と本国間の関税を軽減することには賛成であり、カナダ産小麦の関税を下げるカナダ国も法を通している。1844年10月に繰り上げ直所により、父のビッカースタッフのスタンリー男爵の称号で貴族院へ移籍した。1845年夏にアイルランドで発生したジャガイモ基金により、野党を中心に、 パンの値段を下げるため穀物関税を定めている穀物法廃止の機運が高まり11月にピール首相も穀物法を廃止の方針を表明したしかし地主が多く所属する保守党内の抵抗勢力から激しい抵抗を受けたスタンリー男爵もバクルー公爵と共に反対したピールは二人を説得できず内閣は一度総辞職した しかし女王が対名を与えたホイッグ等のジョン・ラッセル卿が組閣に失敗したため、再度ピールに対名があり、12月にスタンリーとバクルー、公爵の二人だけを除いた以前と同じ顔ぶれの内閣を発足させた。以降、スタンリー男爵は貴族院における反ピール運動の中心的人物となった。一方、庶民人でその運動を主導したのは、 ベンジャミン・ディズレーリとジョージ・ベンティンク卿だった。穀物法廃止法案は、保守党内自由貿易派と野党のホイッグ党や、急新派の賛成多数により可決されたものの、保守党内には埋めがたい溝ができ、ディズレーリや、ベンティンク卿は、野党勢力と連携して1846年6月に、アイルランド強圧法を否決することで、ピール内閣を総辞職に追い込んだ。 ロバート・ピール以下、保守党内の自由貿易派議員112名は、保守党を離党してピール派を結成した。これによって、ウィリアム・グラッドストンなど、閣僚や政務時間経験者はほぼすべてピール派に流れていった。7月18日の保守党両院議員による晩餐会が開かれ、その席上で、スタンリー晩酌が、保守党全体の党首、ベンティンク卿が、 保守党会任内総務と定められた。ビクトリア女王は辞職したピールに代わって、スタンリー男爵に対名を与えようとしたが、彼は、党の実務経験者がすべてピール派に移っていたことから、組閣は、不可能と判断して、ホイッグ党とピール派に連立政権を作らせるよう、助言し、その結果ジョン・ラッセル卿が組閣することとなった。1851年春に、 父第13代ダービー伯爵が死去し、52歳にして、第14代ダービー伯爵位を継承した。ホイッグ党政権は、首相ジョン・ラッセル卿と、ラッセルに介入された外相パーマストン子者区の、内紛に、ディズレーリが付け入る形で崩壊した。その後を受けて1852年2月に、ダービー伯爵が対面を受けた。第一次、ダービー伯爵内閣は、 大臣、数密顧問官経験者がわずか3人の内閣で、あとは全員新顔だった。そのため、誰誰内閣と呼ばれた。1852年7月の総選挙で保守党は議席を伸ばしたが、過半数には今一歩で届かなかったため、11月に議会が始まれば当格されることを覚悟をせねばならなかった。 10月にオックスフォード大学総長に就任した。12月には庶民人でディズレー,エーリの予算案が庶民人で否決され、内閣総辞職を余儀なくされた。ピール派のアバディーン白爵内閣にとって変わられた。以降5年にわたって野党党主時代を送った。この間、保守党庶民に任内総務ディズレー,エーリは政権に対して徹底対決路線を取ったが、 一方、ダービー伯爵はピール派を保守党に呼び戻したいという意図から徹底対決路線を避けようとした。クリミア戦争については、アバディーン伯爵が初めからフランスを支持すると、ロシア皇帝に通達しておけば、おそらくロシアはバルカン半島への侵攻など企まなかったであろうと主張して、アバディーン伯爵政権の優柔不断な外交を批判した。しかし開戦後は、 巨国一致体制のためとして、原則として、政府の戦争遂行を支持するという立場を取った。首相が、ホイッグ島のパーマストン施策に変わった後の1856年に、勃発したアロー戦争については、私は弱者を擁護するものである。強大なイギリスに対して、弱き中国のために一条をしまぬものであるとして、戦争反対を表明した。一方、 ディズレイリは国民の愛国ムードを敏感に感じており、これを争点にしても勝ち目はないと正しく予見していたが、当主ダービー伯爵は、アロー戦争反対で政府に闘争を挑むことを決定してしまった。保守党、ピール派、旧神派の賛成多数で、パーマストン死爵を批判する決議が採択されると、パーマストン死爵は1857年4月に、 解散総選挙に打って出た。選挙は党派を超えて、パーマストン死者を支持する議員が対象し、強硬な戦争反対派議員はほぼ全員落選した。保守党全体としては20議席ほど減らす結果となった。当てが外れて、ダービー白爵は、意気消沈したという。この後、パーマストン死者が、 殺人共謀罪をめぐる採決で敗れて、総辞職したことで、1858年2月に、ダービー伯爵に二度目の対面があった。しかし保守党は、庶民人の総議席の3分の1程度の議席しか、有していなかったので、野党が団結したら、即座に倒されてしまう不安定な内閣だった。息子のスタンリー卿を、植民地大臣に任じ 前パーマストン死者区内閣が鎮圧したインド大反乱後のインドの統治システムの構築に取り組んだ。女王や野党との協議の末にインドをイギリス東インド会社統治からイギリス女王の直接統治へ移行した。また、ユダヤ人がキリスト教徒としての宣誓を行えないがために、たとえ選挙で当選しても議場に入れない状態を解消すべく、 庶民人院内総務ディズレーリと共に、貴族院と庶民院でそれぞれ新しい先生の形を定めた。さらに、ディズレーリの主導で選挙法改正に取り組んだ。ディズレーリは、賃料価値に関わらず、男子個種全員に選挙権を与える制度を欲していたが、保守党内の選挙権拡大慎重派を考慮して、10ポンド以上の賃料価値の住居の所有者、 あるいは20ポンド以上の賃料価値の住居の曲がり人に選挙権を認めるとの改正を目指した。選挙権拡大に慎重なダービー伯爵はさらに10ポンド以上のコンソル交際を所持しているか、あるいは60ポンド以上の銀行預金があるものという条件も加えさせている。1859年2月にディズレーリが庶民に選挙法改正法案を提出したが、 保守派からは選挙権を拡大しすぎると批判され、一方求進派からは選挙権拡大が手ぬるすぎると批判されて4月1日に否決された。これを受けて、ダービー伯爵は解散総選挙に打って出て、30議席ほど保守党の議席を上えみしたが、過半数には届かず、6月には議会で敗北を喫して総辞職する羽目となった。この退任の際に、上より、 与野党の接衝の功をねぎらわれて、ガーター勲章を授与された。1865年のダービー伯爵イタリア統一戦争については、はじめイタリアナショナリズムに強い不信感を持っていたが、徐々に理解を示すようになり、1864年4月には、ジュゼッペガリーバルディが、主品になっているロンドンでの晩餐会に出席して、話題となった。 プロイセン王国最小オトー・フォンビスマルクの作動で始まった第二次シュレースビヒホルシュタイン戦争については中立の立場を取るよう政府に訴えた。1865年7月の解散総選挙に保守党の総力を挙げて臨んだダービー伯爵だったが結局20議席を失う敗北を喫している。1865年10月 選挙権拡大に慎重だった首相パーマストン氏釈が死去し、代わって、ラッセル伯爵が首相となると、庶民議院内総務になったウィリアム・グラッドストンの主導で、選挙法改正法案が提出されたが、保守党や自由党右派の反対で否決され、ラッセル伯爵内閣は、総辞職に追い込まれた。第3次、ダービー伯爵内閣の閣議、右から3人目が、 ダービー伯爵。ラッセル伯爵内閣の総辞職を受けて、1866年6月末に女王より退名を受けた。この第3次、ダービー伯爵内閣も少数与党政権であり、第1次や第2次と同様に選挙管理内閣の性質が強かった。選挙法改正の挫折で国民の抗議デモや暴動が多発し、急進派のジョン・ブライトが、 国民の武装放棄をちらつかせて政府に選挙法改正を迫ってきた。保守党内にも暴動への恐怖が広がり、早急な選挙法改正を求める声が強まった。ダービー白爵は基本的に選挙権拡大に反対の立場だったが、ディズレーリからの説得で最終的には早急に選挙法を改正する必要性を理解した。ディズレーリの主導で、 1867年2月に選挙法改正法案が庶民に提出された。都市選挙区については、基本的に男子個室に選挙権を認めるが、そこに様々な条件を加えることで、実質的に選挙権を制限する内容だったしかし、保守的なインド担当大臣、クランボーン施釈戦争大臣ジョナサンピール将軍、植民地大臣、 カーナーボンハクシャクラは自由党が強い大都市選挙区に有利な改正になるとして反対し、ついには辞職した。一方ディズレーリは、庶民人における主導権を自らが握るため、何としても選挙法改正法案を通す決意を固めていた。そのためジョン・ブライトら自由党急進派に情報を重ね、条件を次々に廃していった結果、 法案は6月15日に第3読会を通過した。貴族院では激しい反発があったものの、ダービー伯爵が辞職をちらつかせて不満を抑え込んだ結果、貴族院も何とか通過し、8月15日にビクトリア女王の採貨を得て法律となった。ここに第2次選挙法改正が達成された。可決された法案は都市選挙区については、 男子個種であれば選挙権を認めていた。直接納税の条件は、納税方式を直接納税のみにすることによって、廃しており、2年の居住制限の条件は1年に減らされた。また、年価値10ポンド以上の住居の借家人にも選挙権が認められていた。終選局の有権者資格については、年価値12ポンド以上の土地所有者が、 選挙権を有することとなった。この第二次選挙法改正によって、有権者数は100万人から200万人に増えた。法案が提案された当初は誰も予想していなかった、選挙権の大幅拡大となった。ダービー伯爵にとってもディズレーリーにとっても予想外の、選挙権の大盤振る舞いになったが、彼らは、政権維持のための代価と考えて割り切ったという。 第二次選挙法改正法案をめぐる議会での論争の際には、すでにダービー伯爵の持病の通風は相当悪化していた。閣議もしばしば、ロンドンセントジェームズスクウェア23番地にある彼の自邸で開かれるようになっていた。1867年秋には、オランダ王妃を所領の自邸ノーズリーホールに迎えたが、ダービー伯爵の衰弱した様子を見た王妃は、 白尺は今にも燃え尽きそうです。熱っぽい目と青白い顔を見ていると身の毛がよだちますと、その印象を語っている。1868年2月に審議会が招集されたが、ダービー白尺はもはや議会に出席できない状態だった。彼はまだそれほどの高齢ではなかったので引退生活に入ることを渋っていたが、医者の勧めで辞意を固めた。 女王もすでにディズレーリを公認にと考えていた。1868年2月24日に女王に辞表を提出した。その際にディズレーリに対名を与えるよう助言している。1869年5月29日のバニティフェア氏のダービー博の似顔絵。退任後はノーズリーホールで過ごすことがほとんどだったが、1869年3月には、 最後の力を振り絞って、貴族院に出席し、自由党政権をウィリアム・グラッドストン内閣が提出したアイルランド国教会を廃止しようとする、法案に反対する演説を行った。その後、1869年10月23日に、ノーズリーホールで死去した。ダービー伯爵位は、長男エドワードが継承した、ロンドンパーラメントスクエアにある、ダービー伯爵の銅像。 貴族主義的な人物で民主主義を嫌っていた。彼の理想とする社会は貴族による加藤政治だった。ただし彼の言う貴族とは爵位を持つ者だけではなく、爵位のない地主総ジエントリーも含んでおり、つまり地方ジェントルマン全般のことであった。その貴族主義は徹底しており、大貴族として威張り、庶民を見下すことを好んだ。成り上がり者のヘブライ人。 ディズレイリのことも、その才能は認めていたが、好んではいなかった。外交では、孤立主義、不干渉主義を基調として、イギリスの名誉が傷つかない限り、戦争には消極的であった。性格は激光しやすかったという。クラシック音楽の愛好家であり、イーリアスを鹿に翻訳したこともある。競馬は医師、競馬界のパトロンであった。彼は、 競馬のダービーとオークスを創設した12代、ダービー博の孫にあたり、祖父から競馬を学んだ。調教師、ジョン・スコットに所有馬を任せ、ダービーでの優勝を目指したが、ダービーでの最高記録は1858年に出走させたトキソフィライトの2着だった。一方、オークスにおいては、助尺前の1851年に所有馬アイリスで優勝を果たしている。 公務より競馬を優先することもしばしばあり、補佐役のディズレーリは頭を抱えたという。ディズレーリは彼について、ヨーロッパ、いや世界が激変の最中にある時でも常に、ニューマーケットとドンカスターの味方であったと評している。1844年11月4日の繰り上げ直所により、以下の社位を継承した。1851年6月30日に、父、 エドワード・スミス・スタンリーの死により、以下の爵位、順番爵位を継承した1825年に、初代スケルマーズレール男爵の娘エマキャロライン・ブルー・ウィル・カッカと結婚。彼女との間に、以下の三子を設けた。ありがとうございます。